サッカーファンの皆さん、お待たせしました。試合開始を前にスタジアムの上には気持ちよく晴れ渡った空が広がっています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのは明治安田生命 J1 リーグの一戦、清水エスパルスが浦和レッドダイヤモンズと戦います。はい、よろしくお願いします。こうやってサッカーを見られるのは解説者冥利につきますね。今日もいいゲームを期待しています。ホームチームの先発メンバーです。福西さん、 4-4-2 のフォーメーションでしょうか？はい、選手同士の連携が重要です。ディフェンスはゾーン戦術、オフェンスはサイドを中心に組み立ててくるでしょう。アウェーチームのラインナップをご覧ください。どうやら攻撃的な 4-5-1 ですね。チャンスに人数をかけて攻撃できるかどうかがポイントになります。浦和レッズですが、リーグ戦やカップ戦、アジアのカップ戦も含めて数々のタイトルを手にしています。力からすればもっとタイトルを取っていてもおかしくないチームですね。試合開始です。今日のアウェーチームはピッチ上なら場所を問わずプレスをかけることで知られていますね。有効な戦術ですからね。試合の流れを持っていかれることは非常に危険だと理解していながらも、プレッシャーに負けてしまうことはありますし、そのミスがさらなるミスにつながります。今日はどのような展開になるかが楽しみですね。コーナーキックを蹴った。これはクリアしきれていません。相手のチャンスとなるか。今のはかなり危ない場面でしたが、なんとか守り抜きました。酒井、じっくりと出しどころを探します。さあどうする。ここはタックルで回避。相手のシュートを許しません。これはナイスカット。窮地を出しました。ドリブルでボールを前へ。この攻撃は失敗です。ボールは相手に渡りました。浦和レッズ、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。この位置でカットした。ドリブルで進みます。うまくいきそうだったんですが、ディフェンスに阻まれました。いい形でゴール前まで持ってきました。パスを戻します。強い。体をうまく使います。ボールを取った。白崎亮平、中に入れたいところです。マイナスのクロス。コーナーキックで再開です。最後に相手の選手に当たっていました。ボールはエリアへ。
このヘディングはキーパーが止めました。非常に安定感がありますね。伊藤、現在スコアは同点。ボールを回してチャンスを伺います。ここでパスカット。パス、さらにパス、狙っていった、入った、ゴールが決まります。うまくパスを利用しました。相手のポジションを乱れさせてゴールしました。この後も波に乗ってくるでしょうね。改めて見ても見事なパスワークでしたね。テンポよくフィニッシュまで持っていきました。素晴らしい連携でした。ここは味方を使います。このチャンスを生かせない。相手のポゼッションに変わります。浦和レッズ、ボールをうまく動か、これはキーパーのファインセーブ。決定機を阻止しました。目の前で打たれたシュートでしたが、素晴らしい反応ですね。スーパーセーブです。このコーナーは誰に蹴るか、押し込めるか。いい位置です。あと一歩というシーンでしたが、ここで潰されます。白崎亮平、これは危険だ。キーパーが外に弾き出しました。ボールを受け取ってスローインです。今のを決められなかったのは信じられません。ああいうチャンスは滅多にないのでもったいないですよね。さあ折り返せるか。しかし相手がクロスをブロックしました。味方へのパスは少しタイミングが合いませんでした。スローインになります。白崎亮平、ディフェンダーがうまく読んでいました。ボールを持って上がります。浦和レッズのスローイン。いいところに出た、入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。最後は至近距離からのシュートでしたね。さすがにあれは外す方が難しいでしょう。
見事なパスカットです。アディショナルタイムに1分加算されましたね。激しく競り合っています。通った。しかし囲まれています。このままいけるか。ゴールの予感もしましたが見事に止めました。スコアは2対0。ここでハーフタイムを迎えます。この選手、今日は調子が上がらない印象ですがいかがでしょうか。連携の問題があるかもしれませんが、まずはチャンスを作ることですね。そのためにはいい場所でプレーに絡むこと。今はビハインドの状況ですから、これまで以上に努力が必要ですよ。浦和レッズのリードで後半キックオフです。関根貴弘、伊藤、パスを回していきます。どこを狙ってくるんでしょうか。いい組み立てでしたがボールを失いました。ゴール前、期待も高まります。ゴールが決まりました。この流れを大事にしたいですね。映像が来ました。このクロスが決定機につながりました。そしてうまくヘディングで合わせました。冷静なフィニッシュです。パス、続けてパス。試合もボールも支配しています。レッツが攻めに出ます。浦和レッズ、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。白崎亮平、うまく読んだインターセプト。ここはドリブルで前に出ます。深くえぐって折り返す形のクロス、決まった。これでリードを2点に広げました。映像が来ましたね。攻め込んでからのマイナスのパスが効果的でした。そしてこのシュートです。激しい当たりをものともせず決めてきました。それにしても強いですね。プレッシャーをかけられてもボールを渡しません。鈴木、ディフェンダーがここで食い止める。ここまでのポゼッション率を見れば浦和レッズがボールを支配していることが分かります。自分たちのペースで試合を進めていますね。この状態を維持している限り負ける要素はないでしょう。ボールを回しますがなかなか崩れません。絶好のチャンス。これはナイスインターセプト。
まるか。相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。白崎亮平、危険な位置です。緊張感が増してきます。サポートの選手がいます。攻撃はここで止まりました。ボールは相手チームに渡ります。カウンターを狙っても面白そうです。ボールをうまくキープします。クロスはマイナス。素晴らしいカウンター攻撃でしたが決めきれません。切り替えが良かったですね。最後のシュートだけが本当に惜しかった。浦和レッズ選手交代です。危険な位置でプレスを受ける。パスがまた成功。しっかりつなぎますね。テクニックとポジショニングがしっかりしているんだと思います。ここでインターセプト。しっかりキープしています。これはよく追いつきました。ここからチャンスを伺います。ベンチに動きがありそうです。鈴木、ここからどうするのか。2点ビハインドの中、ここでシュートチャンス。入った。ゴール。これで1点差です。終盤を迎えてもまだまだ試合の行方は分かりません。映像が来ました。丁寧にパスをつないで相手の隙を伺っていましたね。そしてフィニッシュ。この距離なら外さないでしょう。関根貴弘、競り合いに強いですね。ボールをキープしています。素晴らしいパス。決まった。これで2ゴール目。この選手はノリに乗っています。リプレイが出ます。このスルーパスですね。オフサイドギリギリでしたね。フィニッシュはニアサイドを狙ったシュートでした。キーパーをよく見ていたんでしょうね。おっと、インターセプト。
サイドにスペースがあります。ここで狙いたい。何を狙うか。セーブしたボールがポストに当たった。強いですね。ボールを取られません。激しくぶつかっています。狙える位置です。さあ折り返せるか。絶好のチャンス。しのぎきれるのか。ここで試合終了。ホームチームはこのリーグ戦に敗北してしまいました。今日は守備がうまく機能しておらず、点差をつけられての敗北となりました。チーム全体としてまず守備の改善が必要です。圧倒的な存在感を見せつけました。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。